にゲームコントロール、時間をコントロールするからですね。小池が抜け出す。小池シュートへ。佐藤は下から、おーっとここ狙ってる。ちょっとヒヤリとするシーンでした。ここはいいディフェンスです。そして右サイド小池、小池シュート、山越に出します。逆サイドのボール、ここは先に梶川触ってでサイドを変えていきます。横幅うまく使って小池純喜、逆サイドから上がり回る、加藤蓮に通るかどうかというところ、その前にファールです。やっぱりその辺もあの彼に与える影響っていうのは大きいと思いますね。山越から中央に入れます。この辺りもしっかりと佐藤亮が収まりました。時間を作ります。そしてサイドに広げていきます。梶川が待っている。中央に今杉本が入っている状況です。さあここから下げていって右足振り抜いていきました。また先制、加藤蓮、東京ヴェルディ大卒ルーキー結果出しました。今の攻撃です。まあ、佐藤亮があのこの、まあ、展開逆サイド、これが効きましたし、あのボックスの中に侵入したんでラインがちょっとぐっと下がって、あのここの加藤蓮のポジションというのはちょっと見えなくなってしまったと思うんですね。でここですよね、はい、でこれスライドしてボールホルダーにこうプレッシャーかけましたけれども、渡辺新太がでもなんて言っても加藤蓮が外のレーンじゃなくてここがこう中のバイタルエリアに入ってきた、はい、でワンタッチコントロール、彼まあ右利きなので自分がシュートを打ちやすいところにボールを置いた、でスリッピーでわざとあそこあのグラウンダー気味のシュートも狙ってる、抑えて非常に良かったですね。運んでまた森田に来る、中央には2人入ってきています。中央だ、佐藤亮が合いませんでしたが、いやベルディらしいですね。森田が狙ってる、キーパーの立ち位置見ていた、どうだ。セカンド奪って大地の中に入っていきます。中央空いたぞ、シュートブロック。谷口じゃないですか、ね、谷口ですか、はい、素晴らしいブロックがありました。跳ね返したのか、セカンドボール拾ってシュートきた、佐藤久也よく抑えました。これは森田と1対1だったと思うんですけれども、ね、はいはい、よく森田をこう剥がしてフィニッシュまで持ってドライブかけてますよね、はい、左から新井瑞希が仕掛けていけるドリブルで運べる局面ですけれども、全体の仕上がりの状況を見ています。リードをしている東京ヴェルディ、サイドを変えてきました。これ通ったらいいボールですが、バスケバイロン抑えた、バスケスバイロン一度抑えて山越のクロス、あのサイドチェンジは素晴らしかったですけど、新井瑞希今度はあそこでこう点で中で合わせる、まあ、ウイングというよりもこうあのトップに似たようなプレーできたらもっと良かったですけどね、はい、展開力は抜群でしたね、よく見えてました。このボール森田、2対3の局面です。送らせたい大分、左サイドに流れていきます。さあここからシュートを狙ってきました。ループシュートを狙ってきました石浦です。アイデアいいですよ、石浦広げてクロスが入る、中央松本レイ打ち切れなかった、最後松本レイのファールです。ちょうどこれ見えないところからスルスルってこうあの出てきたんですよね、はい、ナイスキーパーですね。今日がデビュー戦、順天堂大学出身の2年目、よくやってますね、はい、ミッサーをボールキープ、
そしてここでタイムアップの笛、大卒ルーキーのゴール守りきって1対0宇野とのゲーム、今日は失点なくクリーンシート東京ヴェルディ、これで開幕8戦5勝3負け負けなし、勝ち点を18まで伸ばしてきました。まあ、今日の試合でまだまだ課題も見えたところもあったんで、引き続きトレーニングして1試合でも多く出て貢献できるように頑張りますのでお願いします。ありがとうございます。本日は本当に熱い応援ありがとうございました。選手一人一人は本当に、苦しい時も、相手より走ってましたし、こうやって熱い戦いをできたのも、サポーターさんの、熱い声援があったからだと思っています。今後も、強いヴェルディを、見せていけるように、頑張ってまいりますので応援よろしくお願いします。ヴェルディグランプリは